団のかきたれだって。うん、まあ布団のかきたれかもしれない。わかんない。私はあの人のこと。私はまあ普通にあの人とまあなんて言うんだろう。別にあれだからな。言ったら、まあ別に知り合いじゃないわけじゃないからな。だって、一生、関わりはあるじゃん。関わりはあるけど。マリアと別れた頃にオフ会、あ、行っただろう。いや、マリアと別れた後にオフ会行ったじゃなくて、だから、ああ、もう言う、じゃあ全部話しますか？マリアと別れた後とは知らないですよ、その私。マジ知らないっす。うん。私はね、言ったらね、もうね、面白くない。もう見ててね。もう、惰性で見てます。言ったらな。本当は好きだよ。大好き。大好きなんだけど、で、一つの節目としてさ、加藤純一みたいな、その、本名を出しました。顔を出しました。もう、全部おさらけ出しました。みたいなことがあって、そう、タレントさん、タレントさんありました。え、みんな、なんか、どうしよう。なんか、さあ、ねえ、私さ、ねえ、私さ、嫌だったんだよね、言ったらね、面白くなかったんだよ。言ったら、面白くないっていうのは、私の中で面白くなかっただけ。その、みんなわかる？わからなくていい。その、面白くなかったの。ただ、面白くなかったの。その、面白くなかったっていうのは、なんか笑えるとか笑えないとかじゃなくて、その、やったことが面白くなかったの。うん。なんでかって言ったら、もう、それをやったら終わりなんだって。別に、加藤純一捨てられたわけでもないよ。何もないよ。違う、関係ない。私は、そうしたって言うもん。もう。私は、もう、加藤純一に捨てられたんだったら、もう言います。もう。私は捨てられた人も知ってます。言ったら。でも、別にそういうことを言うのって別に関係ないじゃん。言えないことでもあんのか。まあ、まあ言えないでしょ。まあ、言えないよ。まあ、いや、言えません。本当に言えません。私は好きだから言えません。申し訳ないです。言えません。申し訳ないです。弱せですか？弱せです。言えません。マジ言いません。やったな。イエーイ。イエーイ。イエーイ。